このお猿さん、わかるかな？アイアイだよ。中指が長いよね。なんでなんだろう。それはね、この長い指で木をトントン叩いて幼虫のいる場所を探しているんだ。音を聞いて幼虫のいるところを探し出したら、前歯で木の皮に穴を開けて長い指で幼虫をすくい出して食べるんだ。またアイアイはラミーという果物が好き。このラミー、くるみみたいな硬い殻の中に種が入ってて、これも前歯で穴を開けた後、長い指ですくい取って食べるんだって。今日も見てくれてありがとう。またねー。